者も限界っぽいな、どうしてそう思った？さあお考えください。この漫画の作者も限界っぽいな、なぜそう思った？普通にルフィが出てるコマなのに横に青森県たかしくんの考えたキャラクターだ。小田栄一郎が考えたやつです。この漫画の作者も限界っぽいな、なぜそう思った？おっす、オラゴク、豆腐焼いただけなのに豆腐ステーキっていうの許せねえぞ。今週は以上だ。短いっちゃ短いよ。無視にクレームつけただけやん。この漫画の作者もう限界っぽいな、なぜそう思った？ナルトはどういうことダッパっていいよって言う。ダッパっていいよ。誰もチェックしなかった。この漫画の作者もう限界っぽいな、なぜそう思った？あのハンターハンターのラスボスとしておにぎりせんべいくんが現れた。暗黒大陸編に。この漫画の作者も限界っぽいな、なぜそう思った？あんなに強かったアイゼンがチャドに負けた。この漫画の作者もう限界っぽいな、なぜそう思った？それぞれのコマに副業でやってるマルチ商法の空気清浄機を登場させた。副業のマルチだ。もっとこっそり出せって。どうだ、全部真ん中にあった。この真ん中に真ん中にあった。全部メインで置いてる。この漫画の作者も限界っぽいな、なぜそう思った？僕もギャランドオドさんみたいな答え方します。あ、ちょっとなんかそういうの憧れてる。ガリガリのタヌキがピーサインで死んでいった。やりたかったんですね。この漫画の作者も限界っぽいな、なぜそう思った？あのドラえもんの劇中でジャイアンが心臓を撃ち抜かれ、おいのび太、そんな悲しい顔するな、俺はジャイアンが期待。この漫画の作者も限界っぽいな、なぜそう思った？おっほっほ、フリーザ様、何回も見てるのにオードリーがイケアの椅子を壊す動画、壊れる瞬間に目をつむってしまうね。今週は以上。本編見てくれ、比べすぎなんだよ。この漫画の作者も限界っぽいな、なぜそう思った？ブラックジャックで先生、愛知って言ってもひょうたん次が。あ、じゃあこちらのお題以上です。次のお題いきましょう。